相手に向かってまっすぐパンチを打たなければならないので、しっかり脇を絞って腰を回してギリギリまで手をためて伸ばす、まっすぐ伸ばす。切り札として本当に大事な場面で出す、一発で逆転できる自信があるんで、むやみに出さないでそのチャンスを待ったりだとか、逆に、罠に使って他のパンチで試合を優勢に進めていったりだとか、本当に左ストレートを軸にしてボクシングを組み立てるようにしてます。フックだったりとかアッパーだったりとか、角度を作ったパンチで、相手の左ストレートの意識をずらすというか、わざと相手の見えるスピードだったりとかタイミングで、ストレートを見させることによって 100% の時のスピードとの緩急だったりだとか、見させたワンツーとは違うテンポで打ったりだとか、で顔に意識がいくと下に開くんで、そのストレートを下に持っていったりだとか、相手にわざとカウンター取らせる素振りを取って逆にカウンターのカウンターを取ったりだとか、当てる方法はいろいろあるんですけれど、もうその時その時にパッと自分で瞬時に判断して自分がこれはいけると思ったカードを使っていくっていう感じです。僕の左ストレートは相手を倒す威力ある、自分の自信ある武器なので、相手が倒れるところだったりとか見てくだされば、はい、楽しめるかなって思います。東京オリンピックでは、自分のボクシングの集大成を出すつもりなので、全力出し切ることを意識してやりたいと思いますし、もう派手な戦いをして、あ、こいつの試合は面白いな、かっこいいなって、思ってもらえるボクシングする自信があるんで、はい、金メダル目指して精一杯頑張りたいと思います。